人気のアウトドア用品を展示販売するイベントが札幌で開かれ、多くの家族連れなどでにぎわっています。札幌市中央区で開かれているこのイベントは、アウトドアメーカーなど30社がテントやコンロなどアウトドア用品を展示販売しています。家族連れなどが訪れ、テントの中で使い方の説明を受けたり、椅子の座り心地を確かめたりして品定めをしていました。とりあえずキャンプに行ける一式は揃えてるんですけど、やっぱり持ってても欲しくなりますね。大きなテントが欲しくて、子どもたちが大きくなったので、大きなテントを実物を見に来ました。このイベントは明日まで開かれています。